鶏感がね、分かると思います、これ。賞味期限近いなっていう鶏胸肉、全部これにしていいから。じゃあ、我々さん、じゃあ、なってきゅうキュッ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 キュアレモンサワーグイググイグイググイあー、疲れてるね。ということでですね、今回はですね、キュアレモンサワーおすすめ、最高に美味しいレモン料理。暑いじゃないですか、もうこのスタジオももうゴリゴリ暑いんですけども、サウナ状態なんですけども、なんとね、火を使わないとできるんですよ、これ。レンジでできるですね、鶏塩レモン。前にね、蒸し鶏のレモンソースがけっていうのはやったんですけども、今回はね、もっと簡単。やばい簡単です。鶏肉とね、レモンだけできるってやつなんですけども、これがね、さっぱりしててね、最高にレモンサワーに合っちゃうんですよ。キュアレモンサワーです。そろそろ東映さんに怒られるんで、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、あれの紹介いきます。鶏胸肉 300g ぐらいです。まあ 320g ぐらいでも全然いいんですけども、鶏1枚、皮付きです。はじけるレモンの香り、レモン、あ、そんだけですね。じゃあやっていくわよ。じゃあレモンの料理なんで、今回はレモンの素材の味をね、分からなければいけない、ということでアルチューマシンです。はい、2号。レモンの切り方ね、半分に切るじゃないですか。これ半分に切るじゃないですか。普通こうやって切るじゃないですか。これで切るとね、なんとね、果肉がね、横に並ぶじゃないですか。果肉がめっちゃ絞りやすいの。ということで、キュアレモンサワー、かうまっ。じゃあやっていきたいと思います。まずね、もうあれですよ、常温にしといてください。冷蔵庫から出したての、ものだったら電子レンジでね、10秒を3回ぐらい加熱すると常温になりますんで、まあね、フォークでね、うわー、はい、ちょっと酔っ払ってきたわ。さっきまで熱いかかってたんだけど、ちょっと酔っ払ってきました。はい、親の敵のようにめった出ししてください。耐熱容器に入れてください。お塩小さじ半分ぐらい入れちゃいます。まずは皮目に結構たっぷりいきます。はい、そして裏返して、で残りのお塩、はい、で、はい、でまぶしてください。そしてね、ここに塩素ね、2振り、両面に2振り、鶏だけでは成し得ないこの旨味が出ますんで。よし、でもね、このねレシピはね、僕大好きすぎてね、ちょっと酔っ払ってしまうんじゃないかと思ってドキドキしてます。私600W、3分20秒。レモン切りたいんだよね、レモンを。これですね、はい。でまあここは切っちゃいましょう。はい、おけつの方で、ここをちょっとスライスしていきます。こんな感じで、はい、皮にね、ワックスがついてある、ちょっとなんかそのまま使うの嫌だなっていうレモンの場合は、沸かしたお湯にドボンとつけてワックスを落とすといいです。はい、レモンは1/4個、これはちゃんと切っておいてください。はい、ということで3分20秒経ちましたが、3分20秒経ったんですけども、レンジの粉今ね、すごくあったかくなってます。このまま放置です。5分放置で、5分放置することによって、鶏胸肉っていうのはですね、レンジ調理すごく向いてるんですよ。なんでかっていうと、中の温度がね、鶏胸肉っていうのは60度ぐらいが一番ベストで、しっとり、なるって言われてるんですね。で今回は電子レンジを使ってですね、余熱でじんわりじんわり中まで、火を入れてってですね、中をしっとりさせるっていうのがこのレンジ調理なんですね。余熱で5分放置しておくことによって、鶏肉がじゃんわりジューシーになります。あー、なりましたね、運命のゴングが。じゃあ揚げていきます。出してきます、ね、お肉はこんな感じになってます。裂いてくんすよ、こんな感じで。ほら、こんな感じで裂いてく、しっかり火が通ってるの分かると思います。こうやって裂いてくんすよ、こうやって。このしっとり感がね、分かると思います。これ鶏肉っていうのは動物性のうまみのイノシン酸っていうのがすごく入っておりますので、味の素のね、グラタミン酸をね、入れるとね、すごくうまみの相乗効果が起きてですね、非常にね、味わい深くなるんですよ。まあもう、まあ、なんか大体下げたらいいんじゃない。こんな感じです。はい、こんな感じね。大きい塊があったら、こうほぐしながら入れてっ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 て
ててください。全部つけておけば3、4日持ちますもん。これ皮もね、まあもう全然フォークでいいんですよ。こうやってフォークでも全然平気です。鍛えてあげて、これも一緒にこう混ぜ込んでもらうと皮の部分が当たってめちゃめちゃうまくなります。でここにあのレモンもバーンと入れちゃう。黒胡椒はね、あの僕はもうかな結構入れますね。はい、思ってるね、思って3倍ぐらい、ね、これぐらい入れますね。はい、でこれもみもみします。はい、でこのね、耐熱容器の下には鶏の蒸し汁がすごい溜まってるんで、これをレモンと混ぜ込むことによってものすごいうまいね、あの塩レモンソースになるんですね。レモン汁が、のギュンギュンね、あの鶏に染みていきますんで、これがさっぱりしてね、最高にうまいんですよ。調味料は最低限なのにうまさ最大限。ちゃんと味見してくださいね。これいい仕事してますね。ここでもうちょっと酸っぱいのが良ければもうちょっと絞ってもらったりとか、もっとレモン入れていただいてもいいです。はい、じゃあ盛り付けいきましょう。それでは持っていきたいと思います。もうね、本当にこれはもうドカッと持って、賞味期限近いなっていう鶏むね肉全部これにしていいから。皮ごと入れてるから皮の香りもね出てるんですよね。塩とね、味の素とね、レモンだけでこんなうまいっていうのをね、皆さんにね、もう体験していただきたい。これはレンジ鶏塩レモン完成です。ということで、できましたね。食べていきたいと思います。食べていきます。じゃあ、いただきましょうか。これすっごい痩せ飯なんですよ、これ。いただきます。うまっ、これパテしないほどさっぱりしてる。これうますぎて語彙力がなくなってる。レモンの香りもすごく芳醇に香って、黒胡椒の香りね、すごくいい。これはレモンサワーだな。ラの油でしょ、これは。低脂質低糖質なのに油をかけてしまう。これはうめえわ。俺ほんとこの料理好き。ツイッター公開したんだけど全然誰も作ってくれなかった。こんなにうまいのに、来てください。慰めたい。えい、チャカバナ。チャカバナ。絶対これ食うよ。表現する。そりゃそうっす。いただきます。いただきます。お通しでこれ出てきたら通うよね。塩加減いいですね。結構強めの塩ね。うまいの、これ。いや絶対いいですね。一気に変わるじゃん。いやこれもう売ってほしい。そう、皮もいい感じよ。皮はね、ダイエッターの人は取り除いちゃうんだけど、俺はね、混ぜ込んだ方がうまさは勝る。こういう味なのかなって思って見てたのを食ったら超えてきました。確かに罪悪感ないから、夜食とか晩酌とかに食べてもらって。いや全然いいっす、これ。いいでしょ、満足感あるでしょ。しかも高評価お願いします。あのバズらせてください。お願いします。ほんと自信あるんで。じゃあパンに挟んで食いっていいっすね。いいっすね。ちょっとダイエットはしてるじゃん。結局でもご飯合いそうなの。合いそうだ。でもパン、ご飯にももちろん合う。まあパンだね。サンドイッチでいいね。そうね。